体じゃなくて、そっちじゃなくて、はい、体力の、体力の足腰たたんくなるものですか。なんかでよく紹介されるお店が多い。メンチカツの美味しいお店とか。夜はね、洋食を食べていこうと思ってあるでしょ、この裏とか。ああ、はい、モンブランとか。ここに吉上さん、吉上さん、そこは行ったことあるんだけど、はい、でもお腹がいっぱいで食べてんかもしれん。吉上さん結構ボリュームあります、うん、あるし、並ぶし。さあ、予選とか見ます？予選見ないね、うん、でもこれ今そう演芸ホールなんだな、はい、こ, れこれが予選です。あ、工藤さんと昔の、はい、うん、工藤さん、菊蔵さんと、あと、まあ、菊蔵ラーメンとかもここで販売したりします。まだ僕行ったことない。結構みんなさ、曲げやったらやっぱりいろんなそういう仕事、芸の仕事をしてる人が多いんでしょ。そうです、そうでしょう。お笑い芸人、うん、それもさっきビラ配った人に中の自分さんのお兄さんいます。ねえ、どうだろうね。いいスポンサーがつけいいんだもん。テレビに出たいがために、うん、撮影担当になる人もいます。あ、そうなんだ、はい、多いですね、うん、話しく目の前まで来たことあるけど、もちろん入ったことはないんだけど、これウィンズだ。あ、そうです、ウィンズ。うん、どこでもあるね、ウィンズはね。天皇賞、あ、今日、いや全然わかんないけど、やらないから。僕もそこまでは詳しくないですけど、ハウステンボス行った時にハウステンボスの中にウィンズがあるからびっくりするんだよ。ハウステンボス、あの中にあるよ、の、うん、あの建物もあるよ、ハウステンボス風の建物でウィンズ。あれだもんな。まあ、そうですね。ここはまあ立ち寄ったりあんましないと思います。でもこれ、歩くのとこうやってちょっと高いところからも見てるから、あ、ちょっと見えたね。あ、これより薄い気だよ。こんな感じでちょっとこう土日とかどんどんっていう中学、ここは結構賑やかです。ペイね、参道ね、効率がいいかな。おるね、駐車場な、駐輪場、なんていうの、駐車場って、はい、駐車場になります。鈴見、ひ、あ、ひばり、はい、行きます。みんな、いい笑顔。ありがとう。ハローハローだよ。ありがとう。いい、あの、お参りする際には、はい、ちょっとした呪文があるんですよ、はい。それを唱えると自分の悩みが取れるというご利益があるんですけど、そのちょっと呪文をちょっと僕が、はい、あの言いますので覚えてください。そして、ナムカンゼオンボサス、ナムカンゼオンボサス、はい、と唱えていただくと自分の今抱えている悩みが取れるというご利益。それ何回唱えるの？これ 3回。ここの中でも全然大丈夫です。ナムカンゼオンボサス、はい、でお願いします。